私こうちょっとそろそろ公園スタイルを卒業しているというか、うんうん、子供だけで遊んだりとかするようになったから、うんうん、まあ、それをちらっとねこっそり見守りに行ったりはするんですけど、見守り母に見守り母、そうそう、うんうん、今結構やっぱりこういうボアとかエコファーみたいな、なんかそういう可愛くてあったかいみたいなものがたくさん出てるから、こういうものってちょっとお出かけの時にとかになりがちなんですけど、そういうのを逆にこう公園スタイルとかで使ってみるっていうのもいいかなと思って、うんうんうん、ボアも結構ここ数年ずっと多分秋冬のトレンドの素材で、まあ、本当に種類もいろいろ出てるんですけど、うん、今年はちょっとこうシャツ型っぽいのがいいなと、うん、まあ、相変わらずオーバーサイズでダボっと着るのが可愛いかなと思うんですけど、まあ、多分本当これボアがなかったらもう結構定番のボーダーとデニムと白スニーカーみたいな、自分的なすごいベーシックなアイテムばっかりだけど、うん、やっぱりボアが加わることによってあったかさと、うん、結構トレンド感が入るかなって思います。うんうん、